二輪駆動のチャンプはどっち？これタイヤ太いですからね、トラクションもかかると思うんで、NSX に勝てるかどうかやってみます。やっぱりリッドシップの NSX は最初のスタートが、まあ、勝敗を左右すると思います。この2台パワーウェイトレシオ、トルクウェイトレシオともほとんど同じ。勝負の行方は？うわいい勝負だ。お、NSX に勝てるか。うん、いけ。やったー、勝った。 NSX 敗れたり。勝ちました、 NSX に。やっぱね、あのタイヤの幅広くなってるせいで出足のトラクションのかかり方もいいし、あのちょっとシフトチェンジアップした時に少しトルクのね、あのつながり方が若干タイムラグあるんですけども、その後結構伸びていくんでね、まあ、すごくいい勝負だったけど勝ちましたよ。四駆ナンバーワンを争うのはこの2台、04チャンプの最右翼ランエボー RS、 しかも今回はスーパークロスのロー仕様がエントリー。12秒台突入か。そして BM 初登場、インプレッサー STI バージョン5。スペック的には大きな変更はないものの、その実力が安定して発揮されるように改良された。例えば剛性アップされた倒立式ストラットの採用、エンジントランスミッションは耐久性をアップ、よりハードな仕様に耐えうるよう熟成されたのだ。インプレッサーロケットスタート。お、早い。おお、スタート決まったぞ。ほら、下がる。負けないぞ。来ないで、来ないで、来ないで。後半の伸びでランエボー。04チャンプ決定戦はこの2台。いや、04でちょっとランエボーに勝つって非常に厳しいものがあると思いますけども、まあ、データ的にそんなに差がないんでね、まあ、どれぐらい積まれるかやってみます。まあ、この決勝戦はですね、いくらセブンが速くなったといえどもですね、こっちは四駆ですからね、まあ、スタートでパーンと出て、あとはまあ向こうの伸びもありますけど、そのスタートのアドバンテージを最後まで持っていくという展開でしょう。負けるわけにはいきません。スタート。やっぱり出足は四駆断然有利。出足の分はどうしようもない。どこだセブン、どこにいるんだ。わあ来た、わあ来た、来た。何やってんだ君は。なんと驚異的な追い上げでセブン優勝。あれ、スタートであんなリードしたのに。うそ。セブンが結果勝っちゃったね。そうですね。あのランエボにこれスーパークロスの、ローがついてるんですよ。だから 400m で5速に入る仕様なんだけれども、それにセブンが勝っちゃった。まあ、あのデータ的にベストタイムで見ると、まあ、ランエボ NSX はちょっと早いんですけどね。でも、まあ、トーナメント方式でこうやってみたところ、まあ、セブンが勝っちゃったっていうのは、ね、今までのセブンでは考えられないよね。そうですね。僕は、まあ、あの勝ち進んでった後にですね、 NSX と、うん、ランエボでセブンと勝負したんですけども、全部絶対勝つと思ってましたよね。こんだけね、やっぱ280馬力になったじゃん、でこれだけ動力性能が上がって、でそれきちっと、要は04が速いってことは路面に伝わってるってことだからさ、これに、ね、プラスして今までのこのパッケージングのハンドリングの良さがあのちゃんと生かされてたら、筑波のバトルどうなっちゃうんだっていう、そうですね、俺ちょっと不安になってきた。速度が良くてトラクション良くて、もちろんこの辺もいいでしょうから、筑波は期待持てますよね。スープラはスープラは、そうですね、トルクは数字的にはあるんでね、かなり来ると思ったんですけども、やっぱり伸びの部分では、まあ、セブン。あのシフトをチェンジアップしてクラッチつないだ時に、エンジンの回転のイナーシャーでやっぱりスープラがドンって出るんだけど、その後重いからこう伸びてが、で、R7 はやっぱロータリーでイナーシャー小さいから、若干トルク壊れちゃうんだけど、その後伸びていくから、そういう意味でちょっとスープラはあの同じ280馬力でもちょっと努力性能的にはね、車の重さが話題してちょっと辛いかなと、ね、あとそうだ、あのインプレッサーもね、あのかなりのクロスが入ってるんで、回転の、まあ、パワーバンドを外すことはほとんどないんですけども、やっぱり絶対的なこうトルクというか加速性のパワーが足んなかった。数値的にはかなり
あのカタログデータ的にはそれが出てるよね。そうですね、うん、でも実際に競争してみるとそれほどのパンチは感じない。なんかミッションケースが作り直されて動作上がって、でシフトも随分こうしっかり入るようなグニャグニャした感覚はなくなりましたよね、うん、ただあまりにも生真面目にかっちり入りすぎてるんで、うん、素早いく、まあ、シフトアップなんかはやりづらかったですけどね。まあ、結果としてもあの4区だから04は絶対速いっていうの言い切れなくなってきてて、そういう意味ではね、どうなるんだろうっていう。そうですね、僕は絶対勝てると思ってた勝負落としましたからね。このデータを元にして04、筑波のバトルのスタートポジションを考えないと、もう4区の優位してってあんまりなくなってきたからね。そうですね、筑波バトル僕7乗りたいです。僕も7乗りたくなってきましたけど、まあ、筑波どうなるか楽しみですね。